はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介する車はこちら。新型三菱ふそうキャンターでございます。でこのキャンターもフルモデルチェンジが行われて、エクステリアデザインもそうなんですけど、安全性能も強化されて、さらに新エンジンも搭載されたということで、魅力が満載の小型中型トラックということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、新型キャンターの概要が紹介されております。キャビンのフロントマスクがかなり先進的で洗練された個性的なデザインになったということになっております。こういったデザインはマイクロバスのローザ、そして大型バスのエアロクイーン、エアロエースにも採用されているデザインということになっているようです。そして強化された安全サポート性能が紹介されております。小型トラックで初めて左折時の巻き込み事故リスク低減のためのアクティブサイドガードアシストが採用されたということになります。左側広範囲をミラーレーダーでカバーすることによって、他の交通の接近を左側のピラーの中のインジケーターと警告音でドライバーに知らせて注意を促すというシステムになっております。さらにミリ波レーダーを採用した歩行者検知にも対応している衝突被害軽減ブレーキ機能が採用されております。さらに姿勢補助のサポートシステムも採用されているということになりますし、車線逸脱警報の装置も採用されているということになっております。そして全車ハイロービーム LED ヘッドランプが採用されるということになりますし、 LED のフォグランプも採用されているということになります。そしてオプションでハロゲンヘッドランプタイプも用意されるということになっております。そして助手席の大型2面式のミラーが採用されておりますし、2駆モデル、そして標準キャブの4駆モデルには双輪ディスクブレーキが採用されているということになります。ワイドキャブの4駆モデルは双輪ドラムブレーキが採用されるということになります。そして電動パーキングブレーキがオプションで設定されております。さらにブレーキの摩耗のインジケーターも双輪ディスクブレーキ使用者には採用されるということで、車両のメンテナンスをよりしやすいようになっております。さらにデュオニック 2.0 搭載モデルにはヒルスタートアシストが採用されますし、マニュアル車にもオプションで坂道発進補助の機構が採用されるということになります。さらにアクセルペダルを踏んだままブレーキペダルを踏むとブレーキが優先されるという高操作防止のブレーキオーバーライドシステムも採用されるということで、安全性も確保されているということになります。そして新開発のエンジンが採用されております。燃費と環境性能を重視したエンジンということになっております。そして故障診断性能もより向上しておりますし、アドブルーを使用した排ガス浄化システムにも対応しているということで、定期的にアドブルーの補充が必要なんですけど、環境にも配慮した新エンジンということになっております。そしてミッションが大体のモデルでデュオニック 2.0 が採用されております。こちらは6速のトランスミッションということで、効率のいい運転をサポートしてくれるミッションということになっております。モデルによってはマニュアルモデルも用意されるということになっております。そしてインテリアが紹介されておりまして、上質なインテリアデザインが採用されております。収納もしっかり用意されるということで、快適性と運転のしやすさ、扱いやすさを両立した仕様ということになっております。そしてインパネやメーター周り、このような感じになっております。そしてスマートキーにも対応しておりますので、乗り降りなども楽に行えるということになっております。そしてイモビライザーなども採用されるということで、盗難防止にも供与しているということになります。そして四駆モデルが紹介されておりまして、標準キャブの仕様になりますと前提床のフルタイムヨークが採用されております。こちらは車両総重量5トン超のモデルにも設定されているということで、ラインナップも幅広いということになります。さらに安定した走行をサポートするビスカス LSD が採用されるということになりますし、最小回転半径 5.1m ということで、取り回しもしやすいということになります。さらに前提床ということで、荷物の積み下ろしも楽に行えるということになります。そしてワイドキャップの主になりますと、高床のパートタイム用具が採用されております。車高が高いということで、アクロ走行性も抜群ということになっております。そしてフリーホイールハブが採用されているということで、四駆の切り替えの際にはロックの位置にしてスイッチ操作が必要ということになっております。そして三菱ふそう独自の車両管理システム、トラックコネクトが紹介されております。位置情報から運転、そして燃費、さらに車両の管理まで総合的な車両管理ができるシステムが採用されております。そしてグレードのバリエーションが紹介されておりまして、スタンダード、そしてカスタムの仕様で用意されております。装備の違いなどがこのような感じになっております。スタンダードは扱いやすさを重視した仕様となりまして、カスタムはメッキパーツも多様化されて上品な仕様ということになっております。そして装備品の一覧表が紹介されております。
このような感じになっております。そしてオーディオには Bluetooth に対応したオーディオが採用されております。これによって通話もできるという機能になっております。さらに AUX そして USB のスロットなども採用されているということで、多彩な機器を接続することができるということになっております。そして収納もかなり充実しているということで、使い勝手もいいというトラックになっております。そしてバリエーションが紹介されておりまして、シングルキャブ、ダブルキャブのキャブタイプが用意されておりまして、キャブの幅が標準キャブとワイドキャブ、そして標準ルーフ、ハイルーフで標準キャブの仕様が用意されておりまして、ワイドキャブや EX 仕様になりますとハイルーフ仕様ということになります。そして駆動方式2駆4駆でラインナップされておりまして、シート基地もグレードやオプションに応じて3種類用意されております。そしてボディカラーが標準色がホワイトとブルーの2色になりまして、オプションで多彩な色が用意されております。そしてカンゴのボディバリエーションが紹介されておりまして、標準キャブの 1.5 トン積みのロングボディ仕様が一番小さな仕様となります。そして標準キャブ標準ボディの仕様が前提仕様、そして後仕様の2トン3トン積みで用意されております。そして標準キャブのセミロングボディがこちらも前提仕様、そして後仕様の2トンと3トン積みで用意されておりまして、ロングボディ仕様ですと前提仕様は2トンと3トン、後仕様が2トンから4トン積みの仕様ということで連絡されております。そしてセミロングボディになりますと、前提仕様が2トンから 4.9 トン積みの仕様となりまして、後仕様も2トンから 4.9 トン積みの仕様となります。そしてワイドキャブのロングボディ仕様になりますと、前提仕様が2トンから 4.8 トン積み、そして後仕様も2トンから 4.8 トン積みの仕様となります。そして超ロングボディになりますと、前提仕様2トンから 4.7 トン積み、そして後仕様が2トンから 4.75 トン積みの仕様となります。そして超超ロングボディになりますと 4.10 トン、そして 4.55 トン積みの後仕様の仕様となります。そして標準キャブの前提仕様フルタイム4駆になりますと 1.5 トンから2トン積みの前提仕様モデルとなります。そしてワイドキャブの後仕様パートタイム4駆になりますと、ロングボディ超ロングボディの仕様で2トンから3トンの最大積載量のモデルとなります。ワイドキャブの4駆モデルになりますと、専用のサイドミラーも用意されるということになります。そして標準ダブルキャブになりますと、前提仕様の 1.5 トンと2トン積みのモデルとなります。そして標準ダブルキャブのロングボディになりますと、前提仕様の仕様ですと 1.95 トン、そして後仕様ですと2トン積みのモデルとなります。そしてワイドダブルキャブのロングボディとなりますと、前提仕様が2トンと3トン積み、そして後仕様が2トンと3トン積みの仕様となります。そしてワイドダブルキャブの超ロングボディ仕様になりますと、前提仕様後仕様ともに3トン積みの仕様となりまして、4駆の標準ダブルキャブ前提仕様フルタイム4駆のモデルとなりますと、セミロングボディロングボディ仕様で用意されておりまして 1.4 トン 1.9 トン 1.8 トン積みのモデルとなります。そして4駆のワイドダブルキャブの後仕様パートタイム4駆の仕様となりますと2トン積みのモデルとなります。そしてロングボディ超ロングボディで用意されております。そして EX の仕様となりますと、超ロングボディ超超ロングボディの仕様となりまして、後仕様の4トンから4.6 トンの最大積載量の仕様となります。そしてアルミブロック仕様も紹介されております。そしてキャンター EX の仕様が紹介されておりまして、こちらは中型トラックの仕様ということになっております。最大積載量 4.45 トン積みのモデルということになりまして、ファイターの白ボディの仕様より最大積載量が多く取れるという利点があるということが紹介されております。そして都市配送短距離輸送の業種に最適ということが紹介されているんですけど、積載力の高さを生かして長距離輸送で使われている会社などもあるのではないかと思われます。そしてキャンターベースということで、荷台の高さが若干低いということで、その低さを生かして荷役作業もしやすいということになっております。そして最大積載量4トンクラスということで、十分な積載能力が確保されているということになります。そしてキャンター EX の仮想のバリエーションが平ボディ D ウィング、そしてアルミコルゲート版のラインナップということになっておりまして、バリエーションも多彩ということになっております。そして不走純正の版仕様になりますと、アルミコルゲート版、そしてアルミフラット版の仕様が紹介されております。このような感じになっております。そして装備が後半の床板やスナイト、そしてスナイトのスイッチなども採用されておりますし、必要な装備が一通りついているという仕様になっております。
装備表などがこのような感じになっております。そしてバリエーションが紹介されておりまして、アルミコルゲート版そしてフラット版ですと仮想メーカーがパブコ製ということになっております。それぞれこのような感じになっております。次のページでもバリエーションなどが紹介されております。このような感じになっております。そしてオプションの設定の一覧表が紹介されております。このような感じになっております。次のページでもオプションの設定のラインナップが紹介されております。そしてまた装備などが紹介されておりまして、リアの3枚扉やコンビリフト用の跳ね上げドア、そしてシャッタードアやサイドのスライドドアの紹介などが出ております。そしてリフトもコンビリフト、そして格納式のリフト、さらに垂直式リフトで用意されております。そしてドライパックが紹介されておりまして、人気の装備をパッケージングしたエコノミータイプということになっております。庫内合板が採用されておりますし、ラッシングレールとラッシングベルトが装備されるということになりますし、リアドアの90度のストッパーなども採用されております。そしてロングボディ車のみ片開きのサイドドアの機構が採用されております。そしてドライパックのバリエーションが紹介されております。標準キャブ標準ボディ仕様ですと 1.45 トンから3トン積みの仕様となりまして、フルタイムヨークも用意されるということになります。さらに標準キャブのロングボディ仕様になりますと2トンから4トン積みの仕様となりまして、前提小モデルになりますとフルタイムヨークも用意されております。さらにワイドボディ仕様となりますと 1.8 トンから 4.45 トン積みの仕様となりまして、ワイドキャブのパートタイムヨークの仕様も用意されております。そして D ウィングの仕様が紹介されております。このような開き方ということになります。そしてウィングの開閉スイッチも採用されておりますし、ロック機構もしっかり採用されております。このようなラインナップとなりまして、ウィング仕様になりますと肉モデルのみの仕様ということになります。そして D ウィングのオプションの設定の一覧が紹介されております。このような感じになっております。そして日本フルハーフ製の保冷版、冷蔵版、冷凍版仕様が紹介されております。冷凍車になりますと全車8ナンバー仕様ということになります。そしてコンデンサーやエバポレーターの位置も仕様によって選択することができるということになっております。そして寸法や仕様などがこのような感じになっております。そしてボディの仕様一覧表が紹介されております。そして仮装や装備などが紹介されておりまして、2枚の観音ドアや3枚の観音ドア仕様が紹介されておりまして、アルミの網板、そしてステンレスの開いた、そしてクリーンボード仕様が用途に応じて紹介されておりまして、ワンタッチのスライドドアの機構も採用されております。そして水抜き用のドレンパイプなども採用されているということですし、ラッシングレール、そして地上用の警報装置も用意されるということになります。そしてダップが紹介されておりまして、肉の2トンダップがこのような感じになっておりまして、支柱付きの強化ダップの肉の仕様がこのような感じになっております。強化ダップになりますと前提小交渉、そして2トン3トン積みの仕様となります。そしてシートなども用意されるということになります。そして多目的強化ダンプがこのような感じになっておりまして、こちらは前提小の2トン3トン積みの仕様となります。そして超強化ダンプが紹介されまして、こちらは前提小そして高小の2トン3トン積みの仕様となります。そして連動リアゲート付きの強化ダンプが紹介されておりまして、こちらは L ゲートや F ゲートと呼ばれる仕様になっていると思われます。こちらは前提小高小の2トン3トン積みの仕様となります。そして船底強化ダンプがこのような感じになりまして、こちらは高小の2トン3トン積みとなります。そして拡幅強化ダンプも紹介されておりまして、こちらは高小の3トン積みの仕様となります。そしてワイドの強化ダンプがこのような感じになります。こちらは4トン積みのダンプの仕様となります。2台一方回三方回で選択できるようになっております。そして連動リアゲート付きのワイドの強化ダンプも紹介されております。こちらも4トン積みの仕様となります。そしてローダーダンプが紹介されております。こちらは荷台をスライドさせることもできるということによって、小型重機などの運搬もできる仕様となります。こちらは3トン積みの仕様となります。ダップの仮想メーカーが新メーワーと極東の2社ということになっているようです。そして四駆のダンプが紹介されておりまして、前提小の 1.8 トンから3トン積みのラインナップということになっております。そして四駆の多目的強化ダンプが紹介されておりまして、こ
こちらは全定床の 1.85 トンから 2.85 トン積みの仕様となります。そして4駆の超強化ダンプが紹介されまして、こちらは全定床の 1.7 トンから 2.6 トン積みの仕様となります。そしてダンプの仕様装備などが紹介されております。各部このような感じになっております。そしてリアフェンダーも仕様によってこのようなタイプとなりまして、装備などがこのような感じになっております。そして鳥居の形状もメーカーや仕様によってこのような種類ということになっております。そしてキャリアカーのバリエーションが紹介されておりまして、メーカーがタタの古川ユニック、そして極東開発工業で仕様や用途に応じて選択することができるようになっております。ちなみに一番フラットに荷台を下げることができるのが極東のキャリアということになっております。詳細このような感じになっております。タダノ製のキャリアの仕様になりますと、およそ2トンから 3.9 トン積みのラインナップとなりまして、古川ユニックになりますと、2トンから 3.35 トン積みの仕様となりまして、極東開発になりますと、2トンから 3.8 トン積みのラインナップということになっております。そしてタダノのキャリアカーのラインナップが紹介されておりまして、可能な限りフラットになる仕様が、スライド EX の仕様となります。機構などがこのような感じになっておりまして、設置ローラーやラジコン、巻き上げウィンチなどがこのような感じになっております。そしてスーパーセルフローダーが紹介されておりまして、安全機構や巻き上げウィンチ、そして車両左側にはマニュアル操作レバーも配置されるということになります。そしてタダノの装備オプションなどがこのような感じになっております。そしてオプションの装備のラインナップがこのような感じになっております。そしてユニックのキャリアカーが紹介されておりまして、一番フラットにできるのがネオアルファシリーズということになります。機構がこのような感じになっておりまして、鳥居の左右には操作スイッチが配置されるということになります。そしてネオ5標準のキャリアのシリーズが紹介されております。こちらも巻き上げウィンチなども標準装備ということになっているようです。そして標準装備オプション一覧このような感じになっております。そしてオプションの装備表がこのような感じになっております。そして極東のキャリアが紹介されておりまして、一番フラットにできるのがフラットップゼロというシリーズになっております。オートクラッチ付きの巻き上げウィンチも採用されておりますし、緊急用のスライドスイッチも採用されるということになります。オプション設定の一覧が紹介されまして、主要装備などがこのような感じになっております。そして全メーカー、全ラインナップ、操作用のラジコンが、もちろん採用されるということにもなっております。そして三菱出走のサポートやフィナンシャルサービスの紹介が載っております。そして内例用の絵が紹介されております。次のページからは主要諸元表の紹介がいろいろと載っているわけなんですけど、省略させていただきます。そして裏表紙このような感じになっておりまして、三菱出走の各 SNS、 そして YouTube チャンネルなども紹介されております。はい、ということで今回は新型三菱出走キャンターについて紹介しました。カタログの内容と参照内容を異なる表現とはあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととか存在いろんなことをつぶやいておりますので、 Twitter の方もよろしくお願いします。 Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。